48 13th シングル選抜総選挙開票結果を発表いたします。最初は新選抜メンバーに当選した21位から13位を発表します。はい、21位は、最後の座席を勝ち取ったメンバー、そして13位はあと一歩メインメンバーには及ばなかったメンバーです。では開けさせていただきます。本当にガチですよ。第21位AKB48 チーム K 倉持飛鳥。おめでとう倉持ちゃん、ステージの方にお願いします。はい、涙サプライズでは選抜メンバーに入れなかったのが、すごく悔しかったので、今回皆さんのおかげで、選抜に入ることができて本当に嬉しいです。選抜に入ってたくさんの経験をしたいと思います。そして皆さんに恩返しをしたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございます。続きまして第20位AKB48 チーム B 太田愛香。おめでとう。私は桜の花びらの時に一回選ばれたんですけど、それから一回も選ばれなくて、あ、鼻水が出てきちゃう。それでずっと選ばれたいなと思ってたんですけれども、なんかなかなか、なんか結構ファンの人に握手会の時に、なんで選ぶたん入るのに全然なんか選抜入れないんだろうなって言われてて、でも私も入りたいなって思ってたんですけど、皆さんの期待に応えられるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとう。続きまして第19位SKE48 チーム S 松井樹里奈。おめでとうございます。私は緊張をしてもあまりお腹に来る方じゃなくって、でも今日は本当に本番直前になってお腹が痛くなって、もうそれぐらい緊張してたんですけど、でもこうやって選抜に入ることができて本当に皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして第18位 AKB48 チーム A 宮崎美穂。この選挙がやるって決まった時にすごい嫌だなと思ってたんですけど、でも今こうして発表の時になって自分のことがまた一つ知れたので、すごいいい経験になったと思います。次の選抜総選挙の時には絶対に、はい、1位を取る気で頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。続きまして第17位 AKB48 チーム B 浦野和美。AKB48 に第1期から在籍、
しかしながら今まで一度も選抜入りしていなかった浦野和美、ファンの力を受けて浦野和美初の選抜メンバー決定。おめでとうございます。こっちはマイク入ってないです、こっちです。何位だっけ。17。あ、テレビには出れないかもしれないけど。出れる、出れる。なんつって、すいません。3年間ずっと AKB に入ってきて、3年半。今もそうなんですけど、ファンの方にいつも支えられてずっとやってきました。初めて AKB48 のお誕生日会をしてもらって、生誕祭の時に皆さんに絶対夢を諦めない、最後まで私についてきてくださいって私は約束して、私の夢は AKB48 に入って、夢は選抜に選ばれることでした。いつもどんなに端っこで踊ってても、いつもいつも私の応援をしてくださるファンの皆さん、本当にありがとうございます。私は選抜に入って AKB48 をチェンジザワールドしたいと思います。すでに AKB48 は変わっているような気がします。はい、それでは参ります。第16位、AKB48 チーム A、 峯岸みなみ。おめでとうございます。今まで選抜に入れてもらえてはいましたけど、全然自信がなくて、で、あのファンの人の投票になるって聞いたときに、もう絶対無理だって毎日考えていて、でも、その総選挙が決まってから、もっとファンの人のありがたみを学べるようになったし、投票はしなかったけど、みーちゃん入ればいいなって、少しでも思ってくれた方も本当に、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、続きまして第15位、AKB48 チーム A、 佐藤ゆかり。夢じゃないよ、これドッキリ。ドッキリじゃない、こんな大掛かりなドッキリ。大丈夫。もうなんて言ったらいいか分かんないですけど、もうめちゃくちゃ嬉しいです。もうあの本当にここに立っていられるのは本当に皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます。これから佐藤ゆかりの時代ということで頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、続きまして第14位、 AKB48 チーム K、 宮澤沙絵。速報、中間発表10位からの失速。先発レギュラーだった宮沢、惜しくもプロモーションメンバーからは漏れてしまった。私は
今の自分の実力を自分で確かめるために今日までこの選抜について選抜の総選挙について何も触れないでやってきました。この14位というのが今の自分の実力だと思うので、今選ばれたことはすごく本当に心から嬉しいのですが、もっと上を目指せるようにこれからも努力したいと思います。今日の日のために、投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、第13位、AKB48 チーム A、 北原理恵。中間発表24位からの驚異的な追い上げで見事選抜メンバー入り。私はパリに行っていたので、昨日中間発表の結果を知ってもう絶対に無理だと思ってたんで本当に嬉しいです。絶対に泣くようなキャラじゃないので泣かないと思ってたんですけれども、ちょっと本当に涙が出るくらい嬉しいです。投票してくださった皆さんありがとうございました。はい、そして続いて